はい、今回もドラクエウォークやっていこうと思います。10キロジョギングをしてきたので、ウォークモードをこれから解除します。私先ほどですね、ドラクエウォークのウォークモードにしたままスマートフォンを持ったまま、10キロ走ってきました。その間たくさんのモンスター倒して、モンスターの心を手に入れたり、スカウトモンスターでモンスターが仲間になったりしております。で、ウォークモードを解除すると、その成果が出ますので、今から見ていこうということでございます。というわけで、早速ロックの方を今解除しました。そしてウォークモードの方も解除していきます。では行きます。解除。はい、524匹、倒すことができました。そして、ね、心の方なんですけれど、今出ております。魔勇者、アンルシア、強敵のですね、心 S をゲットすることができました。どうもありがとうございます。結構そうですね。まあ、コストがね、129で、最大 HP109 で、まあ、攻撃魔力が91、力が55ということで、まあ結構ね、コーマ複合で最強セットに入ってくるところかなと思います。絶対冷凍というですね、まあちょっと新しいスキルがあったり、ヒャド属性ダメージ、キラ属性ダメージがプラス 12% ですね。はい、デイン耐性 7%、呪い耐性 7% ということでございます。ね、今回初めての S ゲットできました。どうもありがとうございます。まああとですね、まあ4章3話をね、回っているんですけど、私、低い鳥、めったに現れない枠の低い鳥ね、まだ心 S を持っておりませんので、まあ、これをね、手に入れるために、4章3話にしております。低い鳥の心一つね、手に入れたので、まあ、これはこれでいいかなと思います。あとはそうですね、基本的には真珠ポイント、雪になってくるかなと、はい、思います。はい、次ですね、スカウト行きましょう。スカウト結果どうでしょうか。結構いいですね。ドラゴスライム、ね、ありがとうございます。あとは人食い箱が2つ。ですね。まあ、あと、爆弾は、こちらはね、ジバリーナ持ってれば、まあ、当たりなんですけど、持ってないので、まあ、こいつはね、すぐにお別れという形になります。あと、銀の卵が3つ、ありました。はい。あとはですね、ちょっと、今回は、はい。金の卵をね、セットしていたんですけれど、ちょっと歩数はね、足りなかったみたいです。あと1682歩まで来てました。まあちょっともうちょっと走ればだったんですけど、ちょっとね、まあ足りなかったということです。はい。次、訓練場を見ていきたいんですけど、訓練場はですね、1万歩族のモンスターを置いておりました。レベル8から47まで、上がったということですね。はい。こんな感じです。なんかね、S の特集、効果とか、まあ、まあ、ないですね。はい。ということで、はい。ではですね、ちょっと、ボーナスダンジョンの方をやっていこうと、はい、思いますが、ちょっとその前にですね、テンスライムっていうやつがいますので、こいつをちょっと、買っていこうかなと思います。なんかね、最近のイベントモンスターの一つですね。はい。まあ、時々真珠ポイントが結構たくさんもらえたり、まあ、あと、こいつを10匹単位で、まあ、倒していくと、はい、いろいろと報酬といいますか、そういうのがもらえたりするので、まあ、経験値も結構いいですね。はい。まあ、この4章3話だと、なかなか経験値が伸びないんですけど、さっきはこいつが入ってたおかげで、経験値4000もね、もらうことができたというわけです。はい。ちょっとアルクンデス W も見ておきましょう。こちらはですね、何歩増えたかな ?11100 歩ですね。はい、結構歩数ね、稼ぐことができました。はい。ミッションボーナス、1週間で、まあ、7万歩達成したということで、はい、真珠ポイントいただきました。はい、ということと、あとですね、こちらの方、ミッション、はい、イベントで、はい、テンスライム70匹倒したということで、まあ、この、まあ、お飾りですね、もらうことができました。はい、ということで、ちょっとボーナスダンジョンの方をやっていこうと思います。これからボーナスダンジョン、いきますけれど、まあ、ちょっとね、扉を開けて入っていくんですけど、この扉開くときの演出にですね、いろいろと、まあ、こんな感じで光ると大当たりがしやすいということになっておりまして、ちょっとそこをね、注目していこうかなと、はい、思っております。ということで、それでは入っていきます。どうでしょうか。お、うん、光ってますね。はい、これ、いい傾向ですね。大当たりが期待できると思います。はい、ということで、3回スロットマシーンを行く形になります。キラースロットマシーンを、まあ、3匹倒すと
という形になりますね。はい。ある程度ダメージを与えると、はい、絵柄が出てくることになりますけど、はい、今回ね、大当たりが期待できます。はい。このドルマブレスで決まるかな。はい。まあ、ゴールドか。今回はゴールドですね。まあ、これはこれで悪くないとは思います。はい。あと2回ね、チャンスありますので、期待していきましょう。はい。ゴールドが当たりました。これで20数万ゴールドね、もらえると思います。はい。あと2回チャンスありますので、期待しましょう。はい。どうでしょうか。はい。ドルマブレスで、まず攻撃。一発では終わらないのかな。はい。で、この後、導きの転生で、はい。はい。またゴールドが2つ来ましたね。ちょっとゴールドよりはね、ちょっと経験値が欲しいところなんですけれど、まあ仕方ないですね。はい。まあでもゴールドは、まああって困るもんではないので。はい。2回連続、ゴールド、大当たりです。まあ一番いいのはね、やっぱり37ですね。37。経験値100万。ゴールドも100万もらえますので、そちらが欲しいです。はい。37。こちらに期待したいですけど、どうでしょうか。3回目。はい。はい。回し蹴りで終わり。ああ、3回ともゴールドでしたね。結構珍しいですね。経験値が全くもらえないということになりました。まあちょっとそういう意味ではね、少し残念ではありますけれど、まあこういうこともあるんですね。はい。なかなか珍しい。93万1500ゴールドゲットです。はい。まあせっかくならね、37が当たって欲しかったんですけど、はい。レアお宝ボックスも3ついただきました。すごいですね。この、はい。3回連続ゴールドということで。なかなか珍しいんじゃないでしょうか。ということで、はい、今回はですね、はい、毎週2回恒例10キロジョギングした後のウォークモード解除でございました。ちょっと8月4日ということで、まあ深夜に走ってるんですけど、それでも結構暑い、状態です。まあ東京はね、なかなか夜も蒸し暑くて熱帯夜ということですけれど、まあ皆さんもね、お気をつけください。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ。